篠崎あゆみによる涅槃封印は、異空間天神小学校で命を落とした者たちの存在を取り戻した。しかし死者は蘇らない。エンティティウォールや涅槃球体は消滅したが、下界には巨大な穴と多数出た死者という爪痕はそのまま残っていた。持田聡殿の話を聞くと、教師獅子戸ゆいの代わりにいた丹羽久遠や篠原聖子の代わりにいた生徒はその存在を消滅させたらしい。だが丹羽久遠は死亡の事実は変わらないが、三輪愛子の姉としてのその存在は残った。会長を失ったパーフェクトライフは、偉大な支柱の抜けた穴を埋めるため引き継ぎや後処理で大きな混乱に陥っていたようだ。世は全ての歴史に立ち会ってきたシャーマンなり。過去邪馬台国で卑弥呼が倒れし時も、東欧革命の折にあの壁が崩れし時も、世は転生を繰り返し、すべての時代が変わる瞬間に立ち会い、世を動かしてきた存在である。たたえよ、世がここへ転生してくるゆえんは、まさにこの世が変わる随兆、報われぬ魂よ。前世の業を負いし不遇の豊、世とともに変革の観測者たらん。みな福音である。この幼子を見よ、昨夜我が教団にて産み落とされし奇跡の子である。母親は不明、この弱いでの生誕、これはまさに神の再来なり。この子には才能がある。世の後継としてふさわしく成長するであろう。世と共に称えるのだ。随分とボロボロになったものね。涅槃期間後、私はマルトゥバ本部へ戻ってきた。教祖部屋は壁や床に穴が開き、教団機も傾いてひどく荒れ果ててしまっていた。マスターマガリー、ご無事でしたか。わずかに残った教団員、あれほどいた連中がどこに姿を消してしまったのだろうか。世界の混乱にも耐えうる結束と信じていた私は、内心胸がムカついていた。教団員はおどおどした挙動で私の顔色を伺ってくる。教祖様は、それが、教祖は教団近くに何本目かのエンティティウォールが生えた際に慌てふためいて階段を踏み外し死亡したという。教団員は随分減ったが、みな死んだのか。はい、または恐ろしくなり逃げ出した者も多数。他の幹部も。はい、
和に捧げた私の人生は何だったのか。私のやってきたことって私の存在意義って嬢様、お帰りなさいませ。ミルクティーをお持ちしました。にしてやるからついてこい。もちろんです、お嬢様。Hey, Jim.